ウルトラシリーズ帰ってきたウルトラマン帰ってきたウルトラマンは1971年4月2日から1972年3月31日に TBS 系で毎週金曜19時19時30分に全51話が放送された特撮テレビ番組怪獣と戦う防衛チームマットや巨大変身ヒーローウルトラマンの活躍を描く。なお、 本作品の主役であるウルトラマンは、後年にウルトラマンジャックという正式名称が設定されたが、本校では放送当時の名称に基づき、基本的に本作品の主役ウルトラマンをウルトラマンと表記し、ウルトラマン空想特撮シリーズに登場するウルトラマンを初代ウルトラマンと表記する。本作品が制作された背景には、1970年に、 再放送された全3作品、ウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブンが高視聴率を得たこと、フジテレビ出版の飛び出す絵本をはじめとした関連書籍、ブルマークのソフビ人形などの関連商品が好調だったことや、ウルトラファイトの後反響などがあった。本作品の企画は、1969年4月28日に印刷された企画書、続ウルトラマンから始まり、 ウルトラマンとマットが復活した怪獣と戦う基本戦はこの時点で確立している。同企画書はウルトラマンから約30年後の地球にウルトラマンが帰ってくるという設定で現存する第3話までの企画書には科学特捜隊から引退して久しい村松や早田が登場しウルトラマンと一体化した万匹敵がベータカプセルで変身するなど 初代ウルトラマンを強く意識したものであった。当初は初代ウルトラマンが帰ってくるという設定であったためにタイトルが帰ってきたウルトラマンとなったが商品化展開を踏まえると別人にすべきだというスポンサーの都合でこの設定は没となり最終的に別人となった。帰ってきたウルトラマンは生前のつぶらやエイジによって命名されたと言われる。続く企画書。 帰ってきたウルトラマンでは、バンを慕う指定や特訓による必殺技の獲得などの要素が盛り込まれたが、バンはウルトラマンの仮の姿という扱いであった。企画書としては、これが最終稿であるが、最終的なストーリーは、プロデューサーの橋本洋二と脚本家、上原昭蔵との間で詰められた。そして、橋本と上原、 熊谷県と、つぶらやはじめの間で闘技が重ねられ、ウルトラマンの続編の色が強かった企画案とは違い、ウルトラマンの力を得た未熟な青年が、マット内の摩擦の中で成長していく橋本が得意と、する人間ドラマを主体とした物語となった。初期の展開、ウルトラマンの主人公、早田が人間的な隙のないヒーローとして描かれ、ウルトラセブンの主人公、 諸星団も私生活まで踏み込んだ演出は行われなかった。しかし、本作品の主人公、ゴーヒデキは、レーサー志望の平凡な一市民として設定され、私生活面では、彼の家族的な立場である坂田兄弟がレギュラーとして登場する。また、主人公がウルトラマンとしての能力に慢心したり、超能力を持つゆえに、マット隊員と圧力を生むなど、 日常的な困難を乗り越えるための努力が強調された。変身後のウルトラマンもしばしば怪獣に対して苦戦したり敗北したりしている。こうした作劇が後年の評論で人間、ウルトラマンと呼ばれている。これについてメインライターの上原昭蔵はウルトラマンと同じようなことをやろうとしても模倣にしかなり得ないため差別化として 数高差のある初代ウルトラマンに対し子供と同じ目線にし、柔道一直線のような未熟な若者が、組織や戦いの中で鍛えられ成長していく様を描いたと述べている。第一期ウルトラシリーズを放送していた武田は、SF 路線や回帰路線から転換して、柔道一直線となるなど、当時の子供たちの流行がスポコンモノに移行していったことから、 本作品でもその要素が意識されている。当初は前日のような里の苦悩と成長などシリアスなドラマ性が強く打ち出された。その中で、など新たなタイプの終作が生まれ、新たな試みがなされた。しかし、人気番組、ウルトラマンの後継作として、本作品に期待される視聴率の水準は高いものがあり、一クール目の視聴率は、その期待に沿うものではなかった。 その原因としては、シリアスなドラマが子供たちに十分受け入れられなかったこと、予算的な問題で舞台が山中や造成地になる場合が多く、都市破壊の爽快さを欠いたことなどが挙げられている。中盤の展開この状況で、つぶらやプロはアンケート調査や、主な連載誌である学年誌での読者調査などのマーケティングを行い、ウルトラマンの強化や宇宙怪獣の登場などが、 求められているとの結果を得、第18話のベムスターをはじめとし、宇宙怪獣を数多く登場させた。また、ウルトラマンを救うべく、前作の主人公、ウルトラセブンを登場させ、万能武器、ウルトラブレスレットを与えさせる。このことにより、ウルトラマンのキャラクター強化に成功している。また、第三点一四話では大津と竜巻による、東京破壊を映像化し、 その高い特撮技術をアピールしたり、当時人気絶頂のキックボクサーで、本作品の前番組、キックの鬼のモデルでもある、沢村正を本人役でゲスト出演させた第27話や、放送当時高校生であった小林慎一郎から投稿された原案を採用した第34話など、対外的な話題作りも番組の知名度アップに貢献した。数々の強化作の一方で、 ドラマ面でも強化が図られ、など、評価の高い作品が送り出された。特に第31話から第34話は、ちょうど放送月が一致したことで後に一部で、11月の傑作群と呼ばれたほどで、この時期の視聴率も20%台を順調に維持した。さらに、坂田明役の坂木原ルミが別のドラマへの出演のために、スケジュール確保が困難になり、 第37.38話で、坂田健と坂田明は、ナックル星人に虐殺されて物語から姿を消し、初代ウルトラマンとウルトラセブンの登場というイベントと相まって、ここで内容的にも視聴率的にも一つの頂点を迎えた。坂木原ルミの降板後のヒロインは、村野ルミ子役の岩崎和子に引き継がれた。終盤の展開と、その後、ドラマ部分として、 里の死生活は、坂だで一人生き残った二郎と、隣人で二郎の姉代わりとなったルミコを中心に描かれる。特撮部分の強化作として、怪獣とそれを操る宇宙人の二体セットでの登場を増やし、娯楽性が強調された。この時期の視聴率は常に25%以上で推移しており、第2期ウルトラシリーズでは最高視聴率を記録した時期である。第51話では、 バット星人が地球侵略に出ると同時に、その同族たちがウルトラの国に全面戦争を仕掛ける。マット基地を破壊され、ジロー・とルミコを拉致されるなど、里イコールウルトラマンとマットは最大の危機に陥る。自ら操るマットアローが撃墜される寸前に、ウルトラマンに変身した里に対し、バット星人は自ら育て上げたゼットンと共に襲いかかる。 二体がかりの攻撃でウルトラマンを苦しめるが、ブレスレットの能力と自身が編み出した新必殺に、ウルトラハリケーンでバット星人とゼットンは倒され、ウルトラマンは勝利する。そして、佐藤はバット星の艦隊から、ウルトラの星を守るためにジローとルミコに別れを告げ、二人にはウルトラマンとしての正体を明かしつつ、地球を去ることで物語は幕を閉じる。 本作品での歴代ウルトラマンの客演は好評を博し、ウルトラマンの最終回に登場したゾフィーが長兄にあたるウルトラ兄弟という雑誌上で設定された捉え方がテレビ作品に導入される一種の逆流現象につながった。第51話でのバット星人のセリフにはウルトラ兄弟が明確なものとして用いられており、自作ウルトラマンエースから本格的にその設定が 多用されてゆく。本作品の具体的な年代は劇中では明示されていない。非日常的な場所でのロケを多用し、近未来や無国籍を演出していた全2作品と比べると、生活感のある場所での映像が多く、放映年代と同じ1970年代初頭の日本が意識されている。これは全2作は海外販売が前提に制作されていたが、 本作品は純粋な日本国内向けに制作されているためである。劇中で映る日付や語られる第二次世界大戦の体験など現実の日本と重ねた演出が参見される。また、国外の描写はほとんどなく、マットの他国支部の活動もわずかに語られるのみである。ウルトラ兄弟などの設定により作品世界は 他のウルトラシリーズ作品と繋がっているとされているが、劇中では、全2作の作品世界との関係は明示されておらず、バルタン聖人ジ,ジュニアやゼットンの登場、第38話での早田と諸星団の登場で暗示されているのみである。また、第51話では、ゴーヒデキが夢の中で、初代ウルトラマンとゼットンの戦いを見る場面に、ウルトラマン第39話の映像が流用されている。 一方、口日のように、自作、ウルトラマンエース第10話で本作品の後日談、第12話では本作品の第26話での出来事が語られたほか、ウルトラマンタロウやウルトラマンレオでは、里が登場することから、第2期ウルトラシリーズは、すべて同一世界であることが明示されている。第51話で、ゴー秀樹が地球を去るときに、ジローに伝えた、誓いで、 ジローはこれを叫びながら里を見送った。ウルトラマンエースやウルトラマンメビウスでも使用されている。1、腹ペコのまま学校へ行かぬこと1、天気のいい日に布団を干すこと1、道を歩く時には車に気をつけること1、他人の力を頼りにしないこと1、土の上を裸足で走り回って遊ぶこと、監督監督は、つぶらや英二と縁の深い東方の本題を第点には適用し、 作品のオープニングを飾った。ホンダは、第7.951話でも監督を務めた。東方からは他に、掛井聖天と、松林宗慶が参加。また、東映から富田義晴、佐伯隆春、日活から丹也、昇る、国際放映から山際映像、TBS からマフネサダと、他の映画会社出身の監督将兵にも、積極的であった。 富田は、東映との関わりも深かった TBS プロデューサーの橋本洋次の要請により、佐伯木は監督した、江戸川乱歩シリーズ明智小五郎第25話、白昼無殺人金魚を、つぶらやプロプロデューサーの熊谷健が気に入ったことによりそれぞれ起用された。掛井、山際、真船の3名はその後の第2期ウルトラシリーズでも、主力を務めた。 本作品でのつぶらやプロ出身の監督は、東条翔平と本作品第32話で本編監督としてデビューした大木敦氏のみである。しかし、東条は参加第一作となる第33話、怪獣使いと少年が TBS 上層部で問題視されたことから上監督に降格し、本作品での監督作品はこれ一本のみであった。 脚本本作品の脚本人はメインライターの上原翔造が全51話中20本を担当。前後編の話などを中心に東京が危機に陥る作品が目立つ。しかし、坂田兄弟死亡後のシナリオは第51話を除いて担当していない。後のウルトラマンエースでメインライターを務めることになる市川真一は本作品では6本と少ないものの、 セブンや新隊長が登場するターニングポイントとなる話を書いている。上原と市川は同時期の仮面ライダーの企画にも携わっていたが、本作品のために離脱した。また、ぶ村屋プロ出身の田口茂光は本作品でデビューし、6本のシナリオを執筆。田口は後に太郎やレオでメインライターを務めることになる。宇宙人や宇宙に絡む話は主に、 石堂と郎が担当。侵略手段が横暴で、性格的にも柄の悪い宇宙人を登場させるなど、一種独特な話を好んで執筆した一方、地方色や土着性の強い民話風のストーリーも得意としており、本作品では9本のシナリオを担当。レオに至るまで第2期ウルトラシリーズに積極的に関わった。第一期ウルトラシリーズで監督を務めた。 実相寺秋代や飯島敏弘も一本ずつ担当。また、プロデューサー補の熊谷健と進行のあった幼い三重子も熊谷からの依頼で一本担当している。第一期ウルトラシリーズのメインライターであった金城哲夫も一本担当した。他社で活躍していた脚本家としては、恩密剣士や仮面の忍者を掲げ、本作品の放映当時も仮面ライダーを担当するなど、 信ぶ社や東映作品を多数手掛けた伊賀美勝るが第9.49話の2本を担当。また、石堂の紹介で小竹から斉藤正夫が招かれて2本のシナリオを担当。坂田賢役の岸田森は主側真のペンネームで第35話を執筆したということで大きな話題を呼んだ。また、第34話の原案は当時高校生だった。 小林慎一郎によるもので、小林は映画ゴジラ VS ビオランテでも同じく人間が作り出した植物の怪獣という原案が採用されている。小林によれば第1期ウルトラシリーズとの作風の違いに違和感を覚えて1971年6月頃に作品への要望とともに13本分の怪獣デザインとストーリーをつぶらやプロに送ったところ、 いろいろあった末に採用されたという。その他、新人時代の長坂秀香が一本担当。上原は、ゴ秀樹と坂田明が最後は結ばれるというエンディングを想定していた旨を特撮情報誌宇宙戦場で述べている。美術、造形特撮美術は、ウルトラセブンに引き続き池江や成勝が担当したが、映画などで多忙になり一クールで降板した。 後年のインタビューで、池谷は本作品への参加には、積極的でなかった旨を語っている。交番後、旧知の特技監督である、大木氏が本編を初担当した第32話で、大木からの依頼により、怪獣キングマイマイのデザインを手掛けた。オープニングには、クレジットされていないが、着ぐるみ造形は主に開け米プロが、一部を、高山良作、東宝特殊美術部、 つぶらやプロ社内の造形スタッフが担当。東方特備による3体は見た目は、しっかりしていたが硬くて動けず、開米プロが回収を行い、そのまま同プロが造形の中心となった。高山は、ウルトラセブンから引き続いての参加であったが、同時期に、スペクトルマンも担当していたため3体のみに止まった。オープニングには、ミクレジットだが本作品の怪獣デザインは、 特撮版美術の池ヶ谷成勝や高橋明彦の、他に、プロデューサー補佐の熊谷健や、米谷勝てる、光定造、末安正弘などが担当。最終話に登場したバット星人は、当時の小学館編集部スタッフによる作とされている。隊長の交代期日通り、第22話で、マット隊長の途中交代がある。隊長役交代は、 ウルトラシリーズ初の出来事だった。これは2クールから4クールへの番組延長にあたり、加藤昭一郎隊長役の塚本忍が舞台公演のために出演不能となったと憶測が流れ、過去に発売された関連書籍でも舞台公演に関することを理由とした言及がなされ、それ以外にも様々な憶測を生んだ。また、番組の延長に伴うものではないということが、後にダンジロ、段次郎。 池田俊介、西田健の三者会談同窓会の記事で明かされているが、真相は語られていない。劇中設定としては、加藤隊長が宇宙ステーションに転任し、加藤隊長のかつて上官、伊吹隊長がニューヨーク本部から転任してくるというドラマで交代の事情が説明され、その交代劇がシリーズの一つのイベントとなっていた。新隊長、伊吹龍役としては、 東方特撮映画の常連で知られ、ウルトラマンやセブンへの出演歴もある土屋芳夫などが候補に上がったが、最終的には大英映画を中心に活躍していたベテランの値上がり、厚紙に決定された。大英の2枚目スターとして、一般の視聴者にも知名度の高い値上がりの起用は、子供番組として一般のテレビドラマよりは一段低い。 扱われ方だった特撮テレビドラマの中での一つのイベントであり、ウルトラシリーズの存在を保護者層にもアピールするものだった。これは、橋本プロデューサーからの塚本より、格下の俳優は起用しないこととの指示を受けてのことである。スーツアクター当初予定された人物がボディビル体型だったが、スマートなダントのイメージが違いすぎるため、 セブン第14.15話でのみ、ウルトラセブンを演じた経緯から菊池英一が演じることとなる。ゾフィーンの命を受け、地球にやってきた宇宙警備隊隊員である。企画当初の名残で一貫して、ウルトラマンとしか呼ばれていない。そのため、後年の客演じや書籍などでは、初代ウルトラマンと区別するために、様々な名称を設定されていた。 ウルトラマンエース第14話のナレーション、および劇中での北斗星主とヤプールからは、ウルトラマン2よ、ウルトラマン太郎や、レオのナレーションでは新ウルトラマンを略した新マンと呼ばれている。他にも作品名のまま、帰ってきたウルトラマン、または略して、キマンカエリマンと呼ばれることもあった。しかし、1八十四年に公開された映画、ウルトラマンザフィーウルトラの戦士 VS。 大怪獣軍団の公開に先立ち、ウルトラファミリー紹介時にお々に固有名詞の必要が生じた際、つぶらやプロ社長、つぶらやさつきによって、ウルトラマンジャックという正式名称が設定された。以降の書籍、関連グッズなどでは、ほぼこの名称で統一され、ウルトラマン通よや、新マンは別名という扱いになっている。中国で放送された際には、マサルつ、 億マンのタイトルとなる。その後、映画、ウルトラマン物語や、ウルトラマンメビウスでも、ジャックと呼ばれている。地球人は、ジャックの名を知らないため、ウルトラマンとしか呼んでいない。映画、大決戦。超ウルトラ8兄弟では、こうした故障の変遷を、セルフパロディ化したギャグがある。ウルトラマンジャックという名前は、ウルトラマン太郎の企画段階における名前でもあった。 他にも片岡哲二の漫画、ウルトラ兄弟物語のウルトラ一族の大反乱編に登場したウルトラの父の兄の名前もウルトラマンジャックであるが直接の関連性はない。歴代ウルトラヒーローの中でも例外的に変身アイテムを用いない。里が生命の危機に陥った時に自然に変身することが多い。里の頭上に十字帳の光が降ってくると それにこうするように里が右手、または両手を斜め上に上げ、変身するというパターンが基本であった。意識的に変身する場合は右手を高く掲げることが多い。中盤以降は、里の意志による変身も多く見られるようになる。第51話では、里とウルトラマンが分離することなく、地球を去り、以降のウルトラシリーズ客演の際には、完全に里の意志で変身している。 作品への出演時に見せる能力第18話で、ベムスターに苦戦するウルトラマンが、ウルトラセブンから授かった万能武器。普段は腕輪として、ウルトラマンの左手首に装着されているが、ウルトラマンの脳波に反応して様々なアイテムに変形する。スティック状のナイフウルトラスパークをはじめ、ブーメランや槍などの様々な形態に変化させて使用する。使用時は左肘を曲げて、 ブレスレットを示し、右手でこれを掴んで外す動作が続き、変形させたり直接投げつける。一度に複数の用途には使用できず、第20話ではウルトラマンがそのジレンマに苦しむ様子も描かれた。時には武器としてだけでなく、湖を丸ごと蒸発させたり、惑星を丸ごと爆破したり、バラバラにされたウルトラマンの体を復元させるなどの能力も見せている。 どの機能であれ、役目を果たすと、ウルトラマンの意志に呼応するかのように手元に戻る。第31話では、ゼラン星人にコントロールされてウルトラマンに襲いかかったが、ゼラン星人が倒されて、その制御が解けると、再びウルトラマンの左手に収まった。第24話のキングストロン戦で、ウルトラブレスレットを外した直後に攻撃を受け地面に落としてしまう描写がある。 内山守の漫画版では、ベムスターにウルトラブレスレットを惹かれて地面に落とした際に必死に探す様子が見られた。ウルトラマンが持つ最大最強の武器であり、A 第1話、第13話、第26話で他の兄弟が光線のポーズを取るのに対して、ウルトラブレスレットを外すポーズを取ったり、第14話でウルトラ4兄弟がエースキラーに、 各々の必殺技を奪われた際にも奪われたのは、ブレスレットだった。これらのシーンはブレスレットが、ウルトラマンの代表的な技であることを示している。その後の第2期ウルトラシリーズ客演時には、A 第26話で地球に降り立ったシーンでは、ブレスレットを装着しておらず、レオ第34話で、タローブレスレットを装着していたなど、装着の状況が一定していないが、 これは本作品の撮影終了時にスーツアクターの菊池に撮影用の小道具が記念に送られ、以降の撮影には使用されなくなったためで、ウルトラブレスレットを武器にするという設定自体は変わっていない。ウルトラマンメビウスの劇場版でも使用され、それ以降の劇場版で毎回使っている。また、プレイステーションポータブル専用ソフト、ウルトラマンファイティングエボリューション例の ストーリーモードのジャック編のプロローグにて、警備隊1のブレスレットの使い手と解説されている。大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザムビーでは、他の光の国の宇宙警備隊隊員も標準装備していることが描写された。ウルトラマンジャックアーチ美術スタッフの高橋、秋彦によるものとされるが、高橋本人は否定している。最初期のデザインは、 当時のつぶらやプロ営業課長だった末安正弘が、初代ウルトラマンの商品化用三面図の模様にラインを描き加えたものだという。最初のスーツはこのデザインに基づいて制作され、撮影も進行していた。しかし、マーチャンダイジング的に弱いという判断から、本作品の商品化権を取得したブルマークの要望により、キャラクターを初代マンと明確に差別化する必要に、 迫られて、末安によってライン取りを変更したデザインが描かれ、すでに撮影済みだった第1話の登場シーンも再撮影された。基本的に初代ウルトラマンに準じた形状だが、体の赤い模様に重線で縁取っており、首から胸元と腰から膝までの模様が異なるのが大きな特徴である。また、銀色の質感も光沢のあるものであった。中盤以降は、 後頭部から背中にかけてのヒレが存在する。マスクは、初代マンの C タイプから原型を取り、開米プロダクションと昼間モデルクラフトが制作した。商品化登録用の撮影の際に、目の取り付け角などが変更され、初代マンや、それに準じた最初のスーツより、わずかに釣り目となっている。目の裏側に、透明エポキシ樹脂によって、凹凸を作っている。後頭部は、 番組開始当初では赤色で塗装されているが番組後半では銀色で塗装されていることもあった。その他スーツの個体差に由来する模様や形状の際は多い。特にウルトラマンタロウ第52話に客演した際には本作品で銀一式だった手袋が赤一式に変更されたため後頭部と合わせてオリジナルとは異質な姿となっていた。 手足の継ぎ目を隠していた初代マンと異なり、手袋とブーツの裾が明確に露出している。これは撮影時のスーツの着脱の容易さを考慮したもので、セブン撮影時の経験を生かしたものである。ブーツと手袋のファスナーの部分はデザイン画の時点から赤いラインが入っている。中期から 左腕にウルトラブレスレットを装着する。ウルトラマンタロウ第52話客演時のみ、手袋やブーツが赤色になっており、これは仮面ライダー新2号を意識したものである。また、タロウ第33.34話や第52話では、胸の模様が本作品の第1話撮影時の NG に近い形状になっていた。1987年春から同年夏にかけ、 病状食品のカップ麺、チャルメラの CM にサラリーマン姿のウルトラマンが登場した。設定上は初代ウルトラマンであるが赤い首周りにワイシャツ姿は似合わないため首周りが銀色である気満のスーツが使用されている。客演回数はセブンの次に多い。メビウス以降の作品ではウルトラ兄弟の中でも伝説的存在である。 ウルトラ六兄弟の一人にカウントされている。マットとは、モンスターアタックチームすなわち、怪獣攻撃部隊であり、対怪獣戦や怪獣検査を主任務とする。国際平和機構の地球防衛庁に属し、本部はニューヨークに置かれ、世界各国に支部がある。また、宇宙ステーションも保有している。コールサインは、マット J。一般市民が街で、 隊員服を見かけて、マットの活動を察知したり、子供たちが街中でマットビハイクルに群がったり、隊員と直接面識のない人物からも、マット隊員として声をかけられたりするなど、マットの活動内容はかなりオープンになっている。しかし、その一方で、軍内部では、組織的に弱い立場であるらしく、常にマットのことを快く思わない。 上層部や世論から解散の圧力をかけられることもたびたびあった。略称のマットは英語表記としては意味をなさないがその点について特に注釈はない。こうした略称の仕様は以後のウルトラシリーズに登場する防衛チームに継承されている。自作ウルトラマンエース第10話ではマットのファイルの存在が語られている。実動部隊と後方支援部隊からなり、 少数精鋭主義をとっているため、隊員数は少ない。また、実動部隊のヘルメットには、機体部分に番号が書かれている。マット日本支部は、東京湾の海底に置かれている。内部には隊員たちが勤務する、指令室を中心に、隊員たちのアパートや病院などの居住区、ヤワ県道場、内イドメカの格納庫や整備場が設けられ、アローやジャイロの発信ゲートは、 地上部に設置されており、エアシュートによって往来。マットの作戦室は前期と後期に区別されており、前期は第1から36話までのモスグリーンの色で統一されたデザインで、後期は第37話から第51話のホワイトグレーの色で統一されたデザインに変更され、景気類、出入口通路も同時に変更された。他に海岸沿いの地上発進口や地上オフィス、 レーダー基地がある。最終回で隊員たちが出撃した隙を突かれ、バット星人に基地の原子炉を破壊され、ほとんどの施設の機能が麻痺してしまった。マットは数々の特殊装備を持ち、状況に応じて使っている。隊員服実動部隊の隊員服はオレンジ色が貴重色で、胸に黒い V 字型の模様が入るシンプルなデザイン。この部分は、 い吹隊長の身袖でと胸のラインの上に細い線が入る。高い耐熱、体感耐久性を持つ。当初、池谷によって描かれたデザインは不使用となったが、後に、ファイヤーマンの SAF の隊員服に流用され、高橋明彦のデザインが採用された。重機類、特殊装備航空機車両、潜水艇関連施設参考文献、つぶらやプロ画法、 P212-213 帰ってきたウルトラマンパーフェクトファイル P20 から119参考文献つぶらやプロ画法 P212-213 すべてノンクレジットウルトラマン以外ノンクレジットムルチブラック星人ストラホシ人グロテス星人ケンタウルス星人ズール星人については不明本作品より 主題歌と BGM を異なる作曲家が担当するという分業体制に入った。主題歌と挿入歌の作曲は杉山孝一が担当。帰ってきたウルトラマンとマットチームの歌をカップリングしたダンジローの歌唱によるオリジナルバージョンは原版権を持つ日本コロンビアとアサヒソノラマがリリース。共作となる他のメーカーはカバーバージョンを収録した。カバーバージョンには コカドマジン、ヤングフレッシュの共演と、ヤングフレッシュ単独の2種、ボニー・ジャックス、藤井ン、ザ・ブレッスン・フォー、若郷地越郎、富山浩治、山形忠明、三鷹敦氏によるものがある。なお、カバーバージョンには、カラオケ部分のみ、オリジナル音源を使用したものがある。ウルトラマンレオ第34話の劇中では、富山浩治のカバーバージョンが使われていた。マットチームの歌、 怪獣温度、コロンビアのオリジナル企画曲、怪獣ロックなど、いずれも、作中では使用されていないが、放映当時の各種イベント会場で流された。怪獣温度は、ウルトラマンを作った男たち星の林に、月の船のラストで使用されたほか、歌詞を変更したものが、私が愛した、ウルトラセブンで使用されたこともある。また、マットチームの歌には、 朝日ソノラマから発売された西田敏行少年少女合唱団湖によるカバーバージョンが存在する。BGM はセブンに続き冬木徹が作曲した。小学館が雑誌掲載の権利を持っており、小学館の各雑誌に漫画家作品が掲載されている。学習雑誌では関東カラー特集でウルトラマン、怪獣、マットに関する図解、 画報が掲載されたほか、怪獣パノラマ、マットシュート、マット隊員手帳などの付録が付けられていた。また、読者向けにオリジナルバッジの有料販布も行われている。東方チャンピオン祭りにてテレビ版をベースにした作品が3シーズンにわたって公開された。筆箱、カバン、ズックグッズ、ハンカチ、水筒、弁当箱、茶碗、箸、スプーンなどの食器などに、 ウルトラマンと怪獣、あるいはマットアローなどを配したイラストに番組ロゴを加えたデザインがあしらわれて商品化された。ありがとうございます。